汝、琥珀の光をたたえし少年、決意を固めし姫と共に我が元に引き連れよ。さすれば扉を開かん。ここに記憶のかけらと祝福を与える。号外、リベール通信特別号。浮遊都市崩壊、王国の危機は去る。空前の陰謀を阻止、若き遊撃士たちに幸あれ。ドロシー、何やってんだ。置いていくぞ。もたもたすんな。祝賀会が始まっちまうだろうが。異変収束を祝って
アリシア女王が主催する特別なパーティーだぞ。こいつにだけは遅れるわけにはいかねえんだ。もう、モア大臣、お腹ペコペコで。一歩も歩けません。お前、まさか。パーティーでごちそうを食うつもりで昼飯抜いたとかじゃねえだろうな。お昼どころか昨日から食べてませんよ。断食も30時間を超えると、はあ、こんなにめまいが。ドロシー、てめえ何考えてんだ。なんやる先輩、おぶっててくださいよ。知るか。今日は王国中の有名人が集まってんだ。シャキッとしやがれ。まずは女王陛下とクローディア殿下の一枚を押さえて。あれ意外と楽ちんかも。そして一時はこの王都も危機に見舞われることもありましたが、皆様のおかげで異変も収束を見ることとなりました。ここにそれを祝し、ささやかな祝賀会を催したいと思います。それではクローディア。はい。本日のパーティーにはこの事件に尽力いただいた方々をお呼びさせていただきました。苦難にあえぐ人々に温かな手を差し伸べ、また多くの人々が不安に震える日々を打ち払ってくださった方々、このリベールの王太女として礼を言わせていただきます。本当にありがとうございました。本日はささやかなパーティーではありますが、ギリギリセーフ。やっとたどり着きました。ごちそうプリーズです。ドロシー、何やってやがる。さっさとカメラを構えろ。スピーチが終わっちまうだろうが。そうだった。どうかごゆっくりお楽しみください。ここに集いし者は各々責任を背負い、日々多忙なものであろう。だが今宵ばかりは日頃の労を忘れ、骨を休めてほしい。珍味加工も用意してある。存分に堪能するとよいぞ。このリベールにエイドスの幸あれ。やっぱりクローゼはすごいわね。あんなドレスを着てみんなの前で堂々とスピーチするんだもん。うん、この前会った時は自信がないって言ってたけど、王太女として立派にやっているみたいだ。はあ、いいなあ。私もあんなドレスが似合ったらいいんだけどな。何よその間は。いや、なんというか、エステルもやっぱり女の子なんだなって改めて思っただけだよ。
何よ。そりゃまあここのところ復興の手伝いで忙しくて家にも帰ってないけどさ、私だってたまには綺麗な服が着てみたくなるの。はいはい。でもこの数週間でエステルも成長したよね。え？リベール中を駆け回る結構ハードな仕事だったと思うけど、遊撃士としてのエステルの判断もかなり信頼できるようになったし、正直僕の目から見ても頼もしく思えることがあるよ。なんだかヨシアに褒められるとくすぐったくなっちゃうわね。でもこの数日でようやく仕事も一段落したわね。王都の復興も順調みたいだし、ようやく落ち着いてきたよね。うん、そうだね。あ、グランセル城のシェフたちが料理を切り分けてくれるみたいだね。これは見逃せないわね。生誕祭の時のごちそうはちゃんと味わえなかったし、これはご相伴に預かるしか。よしや、ちょっと待ってて、私様子を見てくるから。ああいうところは成長してないよな。あ、ヨシアじゃないか。エステルのやつはどうしたんだ。ええ、少し料理を取りに。ナイアルさんたちはお仕事みたいですね。ああ、これだけの顔ぶれが一堂に会してるんだからな。ここで話を聞かねえわけにはいかねえっつーの。もちろんお前さんたちにも後でみっちり取材させてもらうからな。勝手に帰るんじゃねえぞ。了解です。よし、次はいよいよクローディア姫の取材だ。ドロシー、もうダメ、倒れちゃいます。何か食べさせてくださいよ。ほら、もたもたすんな。ナイアル先輩の意地悪。ナイアルさん、今日は一段と気合い入ってるな。エステルは、まったく何やってるんだか。ちょうどいいかもしれないな。ここに集まっている人たちには随分お世話になってしまったし、今のうちに挨拶しておこう。今日は大勢いらしてますね。あ、こちらのお料理をどうぞ。暑いうちに召し上がってくださいね。で、アガットさんいつ来てくれるんですか。いや、だからあれはだな。あ、ヨシお兄ちゃん。よう、ヨシア、お前の方は挨拶回りか。ええ、まあ。お二人は
そのアガットさん、今度家にご飯を食べに来てくれるって言ってたから、いつ頃なのかなって。そういえばアルセイユを降りるときにお二人でそんな話をしてましたよね。あれはその別れ際の挨拶みたいなもんだろう。遊撃者結構忙しいからな。実際行けるかどうかなんざわかんねえっつーの。ずっと待ってたのに。わったよ。月末ならなんとか。確か金曜あたりは空いてたはずだしな。本当ですか？約束ですよ。おう。おう、ヨシュアか。リベルアークから戻って以来じゃの。ラッセル博士、ご無沙汰していますね。そういえば崩壊したリベルアークを引き上げて調査する計画があるとか。おう、軍と共同でな。しかしバレリア湖の水深はかなり深いからの。調査といっても闇雲に残骸を引き上げるわけにはいかん。まずはソナーで固定地図を作ることになるとは思うが、時間がかかる作業になりそうじゃのう。あと1時間あればサンプルを取れた。残念で仕方がないわい。リシャールさん、いらしてたんですか？ああ、順調の計らいでね、陛下から正式な恩赦を受けることになったんだ。結社による王都襲撃を阻止した功績ですね。おめでとうございます。いや、正直この身には過ぎたことだとは思うのだが、平和が訪れた以上、私もまっすぐに自分の犯した罪を受け止めるべきなのかもしれないな。リシャールさん。そう心配そうな顔をしないでくれたまえ。私は決して陛下の恩義に反するようなことをするつもりはない。ただ私なりの決着をつけるべきだろう、そう思うだけだ。はい。あなたは、王都が襲撃された時の援軍は本当に助かりました。あれは閣下を保釈する条件だったからよ。あなたたちに感謝される筋合いはないですわ。素直じゃないな。用は済んだのでしょ。閣下の邪魔になりますわ。カシウス巡将の計らいで、もう私も祝賀会にご参加いただきありがとうございます。どうかごゆっくりとお楽しみください。祝賀会会場は空中庭園一帯となります。ご歓談をお楽しみくださいますよう。いやいや、こちらの方には大きな被害はなかったのだ。生徒たちも皆快活さを取り戻しておるよ。いやいや、生徒たちも、いやいや、生徒たちも。あ、お客様、お飲み物はお持ちでしょうか。アルコール抜きのカクテルなどもご用意してありますよ。学園長、一時学園が占拠されることがあったとか。話を聞いた時は私、心配で心配で。ヨシア様、お久しぶりですね。
リラさん、おかわりありませんか？ええ、私の方は。しかしお嬢様が先日過労から倒れてしまわれまして、強制的にお休みを取っていただきました。そうだったんですか。現在は十分な睡眠を取られ、お仕事に復帰なさっています。どうかご心配なく。いやはや豪華なパーティーだね。何がって参会者の顔ぶれだよ。私も元は事業家だからね、様々なパーティーに顔を出してきたが、これほど著名な方々と同席するなど初めてのことだよ。おお、ヨシワ君、ずいぶん久しぶりだな。クラウス市長、いらしていたんですか？ああ、各都市の市長は一通り呼ばれているようでな。わしは何をなしたわけでもないんだが、一応顔を出させてもらったのだよ。いえ、ボースやグランセルに届いた食料支援はクラウス市長のご指示だったと聞きました。特にグランセルはあのような状況でしたからね。とても励みになったと聞いています。そうか、はあ、それを聞いてホッとしたよ。ヨシワ君、知らせてくれてありがとう。ふう、ヨシワ君、みんな心配。はあ、あの騒動もやっと解決したんだね。うんうん、人間耐えていればエイドスは必ず手を差し伸べてくれるものなのだ。ジーマードックさん。しかし地下オーブメント工場の稼働率は未だ 28% 弱。おまけにカペルシステムの再構築とアルセイユの本格オーバーホール。はあ、まだまだ仕事は残っているよ。ヨシワ君か、君たちのおかげで異変は去り、結社の陰謀を砕くことができた。私の方からも改めて礼を言わせてもらうよ。いえ、とんでもありません。僕たちだけでリベルアークへ乗り込むことは叶わなかったはずです。シード中佐やリシャールさん、それにクルツさんたち遊撃士が地上で戦ってくれていたおかげですよ。確かに誰か一人の力で解決できた問題ではないだろう。しかし私は個人的に君たちに礼が言いたいと思っているんだ。君たちならやり遂げてくれると信じていたからこそ、私たちも戦うことができたのだから。あ、お料理は足りてますでしょうか？おっしゃってくださればお持ちいたしますよ。うん、お主か。異変への対処のみならず、復興作業においても手を借りたな。一応礼を言っておこう。ありがとうございます。あれ、意外な反応。何かあったのかな。お主ら遊撃士には様々な局面で手を借りたな。一応礼を言っておくぞ。ヨシワか。父さん、出席してたんだ。通信では忙しいからパスって言ってなかった？ああ、忙しいとも。ライフラインの確保に復興物資の輸送。この国が平穏を取り戻すまでまだしばらくはかかるだろうからな。そういえばエステルとあちこち回ったけど、地域住民の不安を解消するために小さな村にも王国軍が駐屯していた。父さんらしい指示だと思ったよ。軍は軍でできることをやっているというだけのことだ。
帝国や共和国の内政が不透明な上、王国軍の再編も棚上げ状態だが、まあたまには気を抜くのも必要なことだろう。よしは今日くらいは息抜きをしておけよ。父さんこそ少しは休みを取った方がいいんじゃない？エステルも心配してたよ。無用な心配だ。こう見えてきちんと手は抜いているからな。心配は無用。回せそう。セラさん、オリビエさん、ご無沙汰してます。ヨシュアか、どう？一緒に飲まない？共に甘美な杯を傾けようじゃないか。今宵はとことん付き合わせてもらうよ。君の瞳が揺れるまでね。遠慮しておきます。何よ、こんな時くらい付き合いなさいよね。あ、そうだ、あんたの声優劇師祝いもついでにやってあげよっか。そういや、あんたの分だけまだだったわよね。あのシェラさん、そのルシオーラのことは？よしやったら、何お姉さんの心配しちゃってるのよ。あんたが気をもむことじゃないわ。シェラ君の言う通りさ。みんなこの事件を通じて様々な思いを抱いたことだろう。だが今だけはせめて飲んで騒いで浮かれまくるとしようじゃないか。力の限り精一杯ね。はあ。あんたは今に限らず浮かれ騒いでる気がするけど。でもま、そういうことね。それよりヨシは、もう一人で勝手な行動を取るのはやめなさいよね。あんたのいない間のエステルと来たら、ほんと見てらんなかったんだから。はい、大丈夫です。もうあんなことをするつもりはありませんから。そう、ならいいわ。従順な顔もいいよ、ヨシア君。最近いくら飲んでもなかなか酔えないのよね。これならアイナを酔いつぶせるかもしれないわね。シェラさん、明らかに方向性が間違ってますよ。オリビエさんは帝国に戻らなくていいんですか？ん？ああ、そうだね。今祭りの後の余韻と残りがを惜しむ方が優先かな。こんな和やかなパーティーにも出席できたことだしね。ところでシェラ君、気のせいかもしれないが、少しペースが早いんじゃないかい？グビ。あれ、いつもよりオーラが。私もそろそろロレントに戻らないとね。今ならアイナを酔いつぶせるかもしれないし。よ、よしや。ドルンさん、キールさん、お二人も招待されたんですか？おう、なんだか知らねえが俺たちにも招待状が届いてな。ごちそうにありつけるらしいから大急ぎで参加したってわけだ。なんというからしいですよね。まあな、女王陛下の恩赦のおかげで今は大っぴらに歩けるようになったし、そろそろ足を洗う頃合いかね。以前もそんな話をしてましたよね。確か運送会社を立ち上げるとか。他にも選択肢はあるとは思うんだがな。俺たちはやっぱり
空を飛んでなきゃダメな気がするんだよ。うんうん、俺はもちろん異論はねえぞ。難しいことはさっぱりわかんねえが、ジョゼットにとってもその方がいいだろうからな。まあ自分たちで会社を起こせば、空賊やってる手下らも一手に引き受けられるからな。問題は会社を起こす資金と本当に収益が上げられるかってとこかね。ケビンさん、まだリベールにいらしたんですか。ああ、ヨシア君もお呼ばれしとったんか。どう、楽しんどる？俺の経験上、こういうとこではたらふく食っとかな後悔するで。ケビンさん、ありがとうございました。もしケビンさんがリベールを訪れていなかったら気にせんでええよ。俺のしたことなんてほんの些細なことやからね。見たとこ顔色もええし、後遺症も収まったみたいや。恩とかそんなんはもう忘れてくれてええよ。ケビンさん、もしかしてあなたは。ヨシア君、俺はそろそろ帰らなあかんけど、またどこかで会えたらええな。ええ、そうですね。お、このロースめっちゃうま。持って帰りたいくらいやわ。次はあちらのお客様にお継ぎして、それからそれから。やれやれ、すげえパーティーだな。俺はセントハイム門から応援に来た臨時のシェフなのさ。しかしこんな会場を任されるなんて、料理人として光栄だぜ。ようやくこのお城にも平和が戻った気がします。だって先日まであちこちの片付けで大変だったんですもの。おう、ヨシアか。ジンさん、復興作業にも力をお借りしてしまいましたね。本当に助かりました。いいってことさ。これも遊撃士としての仕事の一つだからな。だが俺もそろそろ国に帰るとするか。共和国の内政も決して安定してるとは言えんからな。それではキリカさんはいらっしゃらなかったのかしら。ええ、ギルドの受付連中は手が離せないらしくてね。まあそれでなくてもめかし込んでパーティーに出るような玉じゃないんだが。それでは。ええ、まあそれ。祝賀会か。ようやく平和が戻ったって実感できるわね。それにしても異変中の対応に各地への的確な復興指示、アリシア女王の手腕には今更ながらに驚かされたわ。共和国じゃこうはいかなかったでしょうね。メイトさん、早くお料理持ってきてくださいよ。ナイアル先輩は勝手に動くなって言うし、こうなったら飲み物でごまかすしか。おお、ヨシア殿、本日はお忙しいところをお越しいただきありがとうございます。フィリップさん、お体の方は大丈夫ですか。ええ、この通りでございます。しかし年には勝てぬもの、少々無茶が過ぎましたな。あと30年若ければなどと今更ながらに思ってしまいました。30年前のフィリップさん、ダメだ、想像できない。公爵閣下もあの日以来随分と前向きになられました。それを思うと
この老体に鞭打った甲斐もあったというもの。何やら肩から大きな荷が降りたような気がいたします。おお、待っておったぞ。おお、ではこちらが先ほどの話に出てきた。さよう、ヨシュア君だ。ちょうど諸君の活躍を大使に話していたところでな。お目にかかれて光栄だよ。チューリベール大使のダビル・クライナッハだ。はあ。浮遊都市へ乗り込む下りは聞いていて目頭が熱くなったぞ。片道切符と知りつつ恋人の手を振りほどいて特攻作戦に参加するとは、いやはや諸君のような若者こそまさに国家の宝だよ。ありがとうございます。一体どんな話をしたんだろう。そしてここに奇跡の再会を果たした二人はだな。なんと素晴らしき和光殿の心。聞いていて目頭が熱くなったぞ。いやはや諸君のような若者こそ、ま、ああ、ヨシュア君か。今ちょうど少佐と異変後の被害状況を確認していたところでね。リベルアーク崩壊による直接的な被害は禁止だったようだな。動力が停止していることもあって崩壊時にバレリア湖を航行している船舶はなかったようだ。小規模の津波が発生したが人的被害は最小限だったと言っていいだろう。ええ、僕もエステルと沿岸地域を回ってみましたから。崩壊の様子を眺めていた人々や一部の釣り人が水をかぶった程度で済んだようですね。むしろ動力停止という事態による混乱の方が大きかったのだろう。リベールは大陸の中でも一二を争う動力技術大国だからな。それが逆に仇となってしまったか。異変が去ったとはいえ残された課題も大きいようで、動力技術が普及したリベールだからこそ混乱が拡大してしまった。異変が去ったとはいえ残された課題も大きいようだな。動力停止現象の影響を受けた帝国南部の混乱もほどなく収まったようだが、リベルアークに関しては謎の浮遊物体以上の情報は流れていない状態だ。中央政府も混乱しているのか。あるいは、まったく結社だかなんだか知りませんけど、もうあんな目に遭うのはまっぴらごめんです。エルナさん、お久しぶりですね。今日は遊撃士協会代表として参加なさっているそうですが。ええ、他支部の受付の方々はお忙しいとのことでしたので。そうですか、少し残念ですね。ええ、私も詳しい情報交換を行う良い機会かと思ったのですが、また状況を見てからとしましょうか。まったく、結構は他支部の受付の方々は一度会合を、また。ああ、ヨシュア君か。この2週間ご苦労だったね。各地の被害状況の報告は人員の割り振りに役立たせてもらった。とても助かったよ。あ、いえ、あのクルツさん、僕の遊撃士資格のことなんですが、もうご存知とは思いますが、もともと僕の力は結社によって与えられたものなんです。そしてその力を振るってたくさんの罪を重ねてきました。やはり僕のような人間が遊撃士を名乗っているのは。ヨシュア君、私はね、力とはいつも不完全なものだと思っている。だから人の子が扱うことができるのだと。間違っているだろうか。
いえ。ならば君と私の間に何の違いがあるのかな。自らを未熟と知りながら、その信念のために力を振るい続ける私たちは。そうですね、あまり自信はないですけど。精進することだな。それにこれは試験だが、君は十分優秀な遊撃士だと思うよ。へえ、ジョゼットちゃんって貴族の人だったんだ。帝国の貴族ってもっと怖い人かと思ってたけど。意外と可愛い人が多いのかな。へえ、帝国。ここんとこ手伝いであっちこっちの地方に引っ張り回されてたからな。ようやく一息つけるぜ。あ、やれやれ、二人とも子供だね。平和になったからって少し浮かれすぎなんじゃないかい。おい、お嬢ちゃんたち、喧嘩はやめてくれよな。今宵は腕を震わせていただきました。どうぞ遠慮なく召し上がってください。へえ、やっぱりその程度なんだ。やっぱり僕の方がパーティーにふさわしいよね。なんてったって本物のドレスを着て社交界を渡り歩いてたこともあるんだからさ。な、何よ。私だってドレスくらい着たことあるんだからね。猫かぶりの生意気僕っ子に言われたくないわね。なんだと。あのさ、二人とも、一応公の場なんだから、そういう喧嘩はどこか別のところで。ヨシアは黙ってて。はい。上等じゃない。そこまで言うなら勝負しようよ。いいけど、このエステル様に勝てるとでも思ってるのかな。これはヨシュア殿、本日は陛下の主催なさる祝賀パーティー、どうかご堪能くださいますよ。こうしてみるとあの日のことが嘘のようですね。あの城門が崩れて怖い人たちが入ってきた時は、私気絶しちゃうかと思いました。またいつでもいらしてくださいね。お着替えの手伝いをいたしますから。いや、もうメイドの格好なんてしませんから。女王陛下、本日はお招きいただきありが…ヨシュア殿、よく出席してくださいました。あなたに会えるのを楽しみにしていましたよ。エステルさんとリベールを回って各地の復興を手伝っていらしたそうですね。はい、どうしても自分たちの目で確認しておきたかったもので。ですがやっと安心できました。人は強いものですね。ええ、本当に。私がこの国を統治して40年になりますが、未だに驚かされます。リベールは小さな国です。この国を支えているのは私の手腕や動力技術だと評されることも多いのですが、今回の異変、そして10年前の100日戦役を乗り越えることができたのは、そのような力によるものではありません。
この小国を本当に支えているのは、やはりここに住まう人々の生きようとする力ではないでしょうか。人の生きようとする力。ええ、ヨシュア殿、あなたはこのリベールを、第二あなたの生きようとする力もこの国を支えているはずなのです。女王として嬉しく思いますよ。はい、ありがとうございます陛下。ずいぶんと堅苦しい話をしてしまいましたね。今宵は皆さんに楽しんでいただこうと思っていたのです。どうかゆっくりと祝賀会を巡ってくださいね。ねえ、今回の異変収束を祝うコメントを一つ欲しいんですがね。フォーマルなやつじゃなくて、もっとこう明るい応対所殿下みたいなイメージの。ねえ、今回のフォーマルなやつ。コメントですか。そうですね、取材中みたいだな。話しかけるのはやめておこう。大体挨拶は済んだかな。話し込んでいる人もいたから、後でもう一度回った方がいいだろうけど。お、いたいた。トロシー、次は軍関係者だ。オラ、急げ。先輩、なんだかお腹がタポタポしてきました。うー、気持ち悪いです。ガブ飲みばっかしてるからだろう。ほら、もたもたすな。はーい。ヨシアさん、クローゼ、大変だったみたいだね。少しだけ。応対所になってから取材を受けることが多くなってしまって。うん、このところあちこちの雑誌でクローゼの写真を見かけるから、そうじゃないかなって思ってたんだ。もう少ししたら取材も下火になると思う。それまでは大変だと思うけど。はい、分かってます。私はもう決心しましたから、みんなを守るんだって。だからこんなことくらいでくじけるわけにはいきません。そうか、やっぱり君は強いな。そんなことないです。本当はいつも自信があるわけじゃないんです。なのにいつも無茶ばかりしてしまって。うん、でも初めて会った時も君はあの孤児院にいてクラムを守ろうとしていた。クローゼ、君の強さは本物だと思うよ。ありがとうございます。そういえばそんなこともありましたよね。今ならいいかな。クローゼ、ヨシアさん、少しお時間をいただけませんか。お話ししたいことがあるんです。うん、いいけど。こちらに。
せいかな。何か怒ってるみたいだけど。エステルはまだ。まだまだ。ほお、ジョーちゃんのやつここに来てペースを上げたぞ。兄貴、どっちの味方なのさ。まあいいか、盛り上がってるみたいだし。クローゼ、何か怒らせることでもしてしまったかな。クローゼ、話って、何か気に障ったのなら謝るけど。私、ヨシアさんのことが好きです。それって、ごめん、君の気持ちは、嬉しいけど。いいんです、何も言わなくっても。ただ気持ちに区切りをつけたかっただけですから。綺麗な星空ですね。君がいつから、ヨシアさん、もしヨシアさんがエステルさんより先に私と出会っていたら、エステルさんとじゃなくて私とでしたか？うん、それはないと思うな。ごめん、クローゼ。それでいいんです。ヨシアさんを独占したいって気持ちも嘘じゃないんですけど、たとえそうなってもそれは私の求めているものじゃない。私はやっぱりエステルさんとヨシアさん、お二人のことが好きですから。だから最後にヨシアさんの困った顔が見てみたかったのかな。さっきのヨシアさんの顔、今までで一番素敵でした。クローゼも結構人が悪いよね。こんなにはしゃいでしまったのは久しぶりです。それで、ヨシアさん、何を悩んでるんですか？え？そのくらいわかりますよ。私、勘はいい方ですし、さっきも取材を受けてる間もヨシアさんのことはずっと見てたんですから。
と。さすがにそれは照れるんだけど。ヨシアさん、何か隠してますよね。また一人で何かしようとか考えてませんか？ほんと鋭いな。エステルも時々そうだけど。女の子ですから。さあ観念して白状してください。悩みっていうほどのことじゃないんだけどね。僕はそうだな、来月までにはリベールを離れようと思っているんだ。え？どうしてですか？もう平和になったのに。うん、平和になったからね。結社もリベールからは完全に手を引いたみたいだし、各地の復興も順調だ。だから旅に出ようと思うんだ。僕は今では自分のことを一人の人間として考えられる。もう壊れた人形なんかじゃない。エステルが、みんながそう望んでくれたから。だけど人間になってしまうと今度は心が痛むんだ。僕はこれまでに目を覆いたくなるような罪をたくさん犯してきたから。だからその償いをするために、そして本当の意味で強くなるために、僕はこれから大陸各地を回ろうと思うんだ。そうだったんですか。でもそれではエステルさんとは。うん、しばらくは、いや、かなり長い間会えなくなってしまうと思う。だからエステルにどう伝えればいいのか迷ってて。ヨシアさんも相変わらずですよね。え？そんなの自分の言葉で伝えるしかないじゃないですか。エステルさんのことを信じているなら打ち明けてください。どんな言葉でもいいんです。自分の言葉で話をしてください。それが好きな女の子に対する男の子の義務でしょ。うん、君の言う通りだ。本当に僕はダメなやつだな。こんな単純で当たり前のことも気づかないなんて。そこがヨシアさんのヨシアさんたるゆえんですから。そういうところも含めて好きでしたけど。だからからかわないでよ。大丈夫、エステルさんならきっと分かってくれますから。それにきっとエステルさんなら。よっしゃあ、いたいた。よっしゃ、ほらこれ、ジョゼットのゴーグル。ふふん、戦利品としてぶんどってやったわ。楽しんでいただけているようで何よりです。エステル、後でちゃんと返しときなよ。どうしよっかな。って、あれ？
クローゼ私、そろそろ戻りますね。エステルさん、ヨシアさんはお返しします。クローゼ、その、こんな時に何て言ったらいいのかわからないんだけど、ありがとう。今夜この場所で君と話すことができて本当によかった。どういたしまして。それではお二人とも良い夜を。ヨシア、クローゼと、その、何の話してたの？うん、ちょっとね、カツを入れられたのかな。そうなんだ。この5年間、エステルは僕のことを信じてくれていた。僕もエステルのことを同じように信じているから。カツ？エステル、君に聞いてほしいことがあるんだ。実はね。あ！わ、花火！すっごい綺麗！ほらまた！あのね、エステル。